どうも、大谷です。本日はですね、超近道、説得力を高めるずるい習得術ですね。というテーマで動画の方をお送りしていこうかなと思います。で、僕ですね、チェンジっていう、コミュニケーションプログラムやってるんですけれども、そこのね、生徒からある質問をこういただきましたので、まずそちらの方をですね、紹介していこうかなと思います。ふわっとした質問で恐縮なんですが、自分自身を自信を持って相手に売り込む考え方とか、テクニックを一つ挙げるとしたら、大谷さんは何を挙げますか？というですね、こういった質問いただいたんですね。つまりまとめると、自信満々に相手に売り込むための何かこうテクニックとかありますかという、そういった質問をもらったんですね。では早速ですね、この質問に対して大谷がどのようなレスポンスをしたのか、答えを出したのかってところをお伝えしていこうかなと思います。結論、非言語コミュニケーション能力を鍛えましょう。僕はこの質問に対してこのように答えたんですね。で、なんでかっていうと、非言語コミュニケーションというのは相手に与える影響が非常に大きいからなんですね。ただ、言語コミュニケーションとか非言語コミュニケーションって言われても、よくわからないと思うんですね。なので最初はこの言語コミュニケーションとは一体何なのか、そして非言語コミュニケーションとは一体何なのかってところを簡単にね、お伝えしていこうかなと思います。ただね、ちょっとこう、言語コミュニケーションとか非言語コミュニケーションって言い方をすると、ちょっとこう、説明難しいので、ここでは言語情報、非言語情報という言い方でお話ししていこうかなと思います。ではまず言語情報からいきましょう。言語情報とは何かというと、何をの部分ですね。例えば僕が今あなたにね、スイカって言いました。するとこのスイカってのは言語情報なわけです。じゃあ一方で非言語情報とは何なのかというと、これはどのようにの部分ですね。例えばスイカっていうのか、スイカっていうのかは全然違いますよね。つまりスイカという言語情報をどのように伝えてるかってところがこの非言語情報です。で、この言語情報と非言語情報ってのをものすごくですね、こう分かりやすく説明している法則があるんですね。聞いたことある人いると思うんですけど、メラビアンの法則と言われるものです。メラビアンの法則って一体何かっていうと、話して、僕とあなたで言うんだったら、僕ね、話して。で、あなたは聞き手ね。はい。話し手が聞き手に与える影響というものを数値化した法則なんですね。で、このメラビアンの法則によると、視覚情報というのが 55%、聴覚情報が 38%、で、言語情報というのが 7% だと、そういうふうに結論付けているわけですね。で、もしもね、メラビアンの法則について詳しく知りたい方は、概要欄とね、カードの方をチェックしていただければなと思います。僕がここであなたにお伝えしたいことって一体何なのかっていうと、視覚情報足す聴覚情報、これが非言語情報です。一方で言語情報ってのは 7% なんですよね。つまりあなたは 93% の割合で僕のことをどういう人間かを評価してるっていうイメージです。ただね、これ数字とか使われてもちょっと難しいと思うので実際にやってみましょう。じゃあ例えばね、結婚してくださいなのか、結婚してくださいなのか、どっちの方が、この人についていこうと思いますか？当たり前に前者ですよね。では、前者と後者、ちょっと比べてみたいと思うんですけど、言語情報は一緒なんですよ。つまり、結婚してくださいというワードは一緒ですよね。にもかかわらず、非言語情報、視覚情報、聴覚情報ね。これらが違うだけで、全然説得力に違いが出てくるわけですよね。他にも、ふざけんなか、ふざけんなどっちの方が怒っていますかということですね。明らかに後者じゃないですか？前者も後者もふざけるなというワードは一緒なんです。ただ、言い方が違うだけで怒ってるのか怒ってないのか、これに違いが出てくるということなんですね。まとめると、我々というのは言語情報ってのはそこまで優先しませんよと。93% の非言語情報を優先して相手のことを判断する。そういう生き物なわけですね。なので、非言語情報を鍛えるというのは非常に大切だというのが前半のお話でございます。ただね、こんな話をすると、こんな意見もあるわけですよ。非言語コミュニケーション能力鍛えるのめっちゃむずくねと。で、この質問実は僕めちゃめちゃもらうんですね。大谷はさと、非言語情報が重要だって言うかもしれんと。メラビアンさんもね、そういう風に言っとるのはわかりますと。ただじゃあどうやって鍛えればいいのっていう、こういった疑問って結構あるんですよね。で、これについてはね、僕も結構苦悩しました。いろんな本とかね、読んでてもあるんですよ。例えば、強調したいところはこう、ゆっくり喋るようにしようとかね。説得力をこう高めたいのであれば、早口で喋るようにしようとか、非言語情報を鍛えるノウハウっていうのは結構あったりするんですよ。しかしね、それら一個一個を習得するのって、ものすごくめんどいわけですよね。そこで僕がいつもお伝えしているのが、理想の人物を徹底的に真似しろと。
言っているわけですね。理想の人物ってのは誰でもいいです。例えばあなたの尊敬するね、なんかさ、こうセミナー講師がいたりとか、あとそれこそ身近で言うんだったらこう YouTuber だったりとか、この人の言い方ってこうなんか説得力あるよねと思うんだったらその人の真似をしたりとか、この人ってなんかあったかいものの言い方するよねと思ったらその人を真似ればいいし、あなたの理想とする人物ってのを徹底的に真似してください。なぜならこの非言語情報ってのは言葉での習得が非常に難しいからです。もっと言うと理屈での習得が非常に難しいからですね。でここでですね、ちょっと真似をする時のヒントをお伝えすると、基本的に他者ってのはあなたのことを2つの要素で判断します。1つ目ってのが人間性、2つ目ってのが説得力ですね。でこれまとめるとね、あったかさと強さなんですよ。我々というのはこの2つの力ってのをうまくコントロールして、まあ相手に物を交わせたりとかってしていくんですね。まあもちろんこれは営業のみならず恋愛とかでも一緒なんですけれども、なので説得力を高めるためにはこの人を真似しよう、人間性を高めるにはこの人の真似をしようっていう風に切り分けてね、こう徹底的に真似していただければなと思います。具体的に言うとね、例えば説得力の面に関してはひろゆきさんを真似しようと。ただ人間性の部分に関してはオリエンタルラジオの中田敦彦さんの喋り方を真似しようとかね、このように2つの要素に切り分けて真似をしていく、これをまずやってみてください。すると最終的には理想の自分に慣れていたりするので、まあ最初はねこうちょっとこっぱずかしいところもあると思うんですけれども、まあ根気強くですねアウトプットの方をしていただければいいんじゃないかなと思います。はい、では以上でですね、本日、超近道説得力を高めるずるい習得術ですねについてお伝えしてきました。でもしもですね、こう会話をねこう弾ませれるようになりたいとか、あときっちりとこう物事を伝えられるようになりたいとか、あと自分に自信を持ちたいって思った方は、今期間限定でコミュ力ライン講座っていう、まあ、無料のね講座をやっておりますので、ぜひねあのカード概要欄からそちらの方に参加していただければいいんじゃないかなと思います。で他にもあの有料講座とかもやっておりますのでね、まあ、短期間で成果を出したいという方に関しましたらそちらの方もチェックしていただければなと思います。というわけで以上で内容終わりとなるんですけれども、もしもこの動画がいいと思ったら高評価チャンネル登録の方をぜひともよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。